生活に取り入れていらっしゃいますか？この番組ではお酢を効果的に使ったヘルシーライフを提案していきたいと思います。今日はパワーサラダを紹介します。材料はこちらです。パワーサラダは野菜だけではなくお肉とかお魚なんかのタンパク質、それから玄米、ナッツなんかも含めて一皿でボリューム満点、栄養もしっかりとれるというようなサラダのことを指しています。今日は上戸さんと作っていきたいと思います。よろしくお願いします。それではマグロを角切りですね。1.5 センチの角切りぐらいでカットしていきたいと思います、はい、続いてドレッシングを作っていきたいと思います、はい、本日は少しピリ辛のわさび入り和風ドレッシングにしていきたいと思いますね、はい、今日はアマニオイルが入っていきます。お好きなオイルを使ってください。これが白身魚とか鶏のささみをほぐしたもの、茹でてほぐしたものなんかとも合うかと思いますのでね、はい、いろんなものに応用して作ってみてください。10分ほど漬けておきます。漬け時間の間にもう一品ということで、はい、キウイのフルーツ酢作っていきたいと思います、はい、材料はこちらです。とっても作り方は簡単です。ではキウイをお好みの一口大のサイズにカットして、美味しい酢をキウイが隠れるくらいですね、注ぎ入れてください。1日に1回ぐらいはかき混ぜていただいて、2日目ぐらいからが美味しくいただけるかと思います。あとはふんわりラップをする、もしくは瓶容器に入れて冷蔵庫で保管してください、はい、キウイのフルーツ酢は一度漬け込んでおけば、牛乳と混ぜたりアルコール類なんかともすごく相性がいいですので、お好みのドリンクと混ぜて飲んでください。こちらを今日は炭酸水で割っていきたいと思います。ミントを散らして完成です。マグロがしっかりと浸かりましたので、はい、サラダを仕上げていきます。今日は食べ応えを出すために少し、ね、噛み応えのある玄米を、はい、準備しました。他にも雑穀米とか、それからスーパーフードと言われているキヌアとかアマランサスなんかを使っていただいてもいいかと思います。彩りで貝割れとごまを散らしていきたいと思います。はい、こちらで完成です。ではできましたので、はい、試食していただければと思います、はい、すごく美味しくて元気が出そうですよかったですぜひこちらも。ツンとした香りもなくて、これなら毎日飲めそうです。あ、よかった。ぜひ今日のメニュー試してみてくださいね。